いやーリングだってなんか丸いんだってそれ触覚ないからでしょ。言われ慣れたけど。こっちにしよう。はい、お騒がせしました。もう眉毛が気になってしまってしょうがないだった。今日は普通だっていつも通り別に気合い入れすぎて濃くも描いてないし、学校で一番美人で面白いももたんこんばんは。全然学校で一番美人じゃないよ。ガチのトーンで言った。全然可愛くいるけど。髪の毛綺麗。ありがとう。リーマンのシュシュめっちゃ可愛いね。シュシュ。シュシュです。見えてるかな。見えない。もう分かった。マジレスやめてもらって。一番丸いってそれマスクしてるから今わかんないけど、もしかしたらそうかもしれない。なんで捕まえもうた。今日もカービィとマイメルちゃんからめっちゃレスくるって。だからもうそれいいから。ね。じゃあ何番目ぐらいなん。何番目だろうね。下から？真ん中？上から？丸さじゃ自信あるのね。丸いな自信あるよ。わかんない。でマスクしてるから今日私立高校受験だったよ。同い年。今日私立の高校受験日なの。あれもう行き忘れた。あれ今日なの絶対違う。あ、わかんない。県で違うかもしれない。愛知県は受験忘れやばい。違う愛知県は愛知県のあの私立の高校とかだと2月とかだっけな。2月、うん、ぐらいだった気がする。で公立だと3月の中盤ぐらいです。まさか本気で忘れてないよね。忘れてないよね。茨城は1月中に私立いっぱい終わるの。私立、私立公立じゃないのか。早いんだね。県によって違うんだ。なるへそー、ありがとう。じゃあさ、愛知県に住んでてさ、茨城県のさ高校受験受ける子とかちょっとさ忘れちゃいそうだね。ね、あら、お疲れ様です。ご飯の時間ずらして見てます。うちはいつも6時。うわ、気まず。汗待って、もう配信の時間にかぶると思ってご飯4時半に食べた。そっか、遅らせるっていう手もあったか。4時半に食べた。早っ。違うの、聞いて。なんか、あ、6時にするとなるとやっぱ5時だと間に合わないかなと思ってメイクしたりしてると夜お腹空かない。すくけど我慢。ももがお腹空いた時、お腹空いたっていうか、まあ、普通に食べる時は食べちゃうけどグミとか。でも本当になんかダイエットしようと心がけていた時期は、まあ、成功したことはないんですけど、ダイエットを頑張ろうと心がけてた時期はお腹空いたら氷を食べるって言ってました。カップラーメンと
とか食べなさい。夜に食べたことない、でも憧れ。ねえ、あ、そうそう、それで今日もう塾があると思って早時間にしたんですけど、今日なんか先生のところの都合で塾がなくなったので30分やろうと思ってたんですけど、あ、ごめん、ご飯待ってくれてた方ちょっと見ながら食べた方がいいかも。今日は19時までやろうと思います。1時間やります。よろしくお願いします。タコさんありがとうございます。そうなので1時間やれますので、よろしくお願いします。そう、ね、そうそう、9時までやろうってそうなるかもしれないんですけど、インスタのもう SNS が9時までなんですよ。だからインスタのリールとか撮って載せたいなって、うまくいいのが撮れたら載せるけどです。なので今日は19時で終わります。1時間やります。ひろもさん、はい、 SKE48 オーディション今日までだよね。今日までだっけ、昨日までじゃなかったっけ。ね、昨日までじゃなかったっけ、今日までだっけ。やばい、親帰ってきちゃう、汗。初見さん、 SKE48 チーム S の15歳のひろのオーナーです。来てくれてありがとうございます。あ、昨日までだよね、だよね、そう、昨日までだよね、そうだよね。なんかすごい、その SKE48 11期生を募集っていうのがすごいインスタの広告にすごいたくさん流れてきて、そう、須田さんの写真貼ってあって可愛いって思って見てた。ね、未完全 TV まだ見れてないんですよ。でもなんか予告でなんだっけ、なんかジェストスクールのこの密着みたいならしいね。まだ見れてないんですけど、そう、なのでね、今日の夜とか時間変えた時にまた見たいと思います。ももはなんかほんと一瞬映ったか映ってないからしいです。そう、なんかママが夜に見てたらしくて、ママがなんかもう一瞬映ったよって教えてくれました。ね、ニーハーあげてるの映ってたよって、うそ。ニーハーあげてるところが映ってたな。なんかさ、青空カット覚えの時といいさ、なんかね、そうね、なんかタイミング。全部明日終わってる時じゃん。ありがとう。ナイスタイミングじゃない、なんなら2杯直してるとこめいってしまった。ねえ、違う、だってちょうど足かいてたんじゃない、ちょうど2杯が下がってきてたから直してたの。なるま、ありがとうございます。帰ってたわけじゃないよ、直してた。コン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 、メリゲットのコマ、ありがとうございます。ね、11期生はね、10歳からだから、もうお姉さんになりますね。もう外資企業テントに入った6年生の時はもう中学生っていうか、もう自分が小6だったから、ちょっと上の中2、中3ぐらいの、もう中1でももう一個上だけでも、そう、お姉さんに見えてたし、12歳の時に今の15歳16歳とか高校生の子を見たらすごい大人だと思ってたから。でも実際になってみるとそうでもなかった。ね、すごいね、お姉さんだと思ってて、そうそう、ねえ、すごいなって思ってたけど、そうでもなかった。だから今多分、今ももからしたら20歳はね、すごい大人だなって思うんですけど、多分ももが20歳になってもそんな変わんないと思う。
予想ついて草ね。でもガサガサ壊れない限りね、簡単に想像できるってやめてもらってももがずっと学校でなんか草って使ってるから、なんかついにお友達まで普通に草だけじゃなくて、ももって草っていう時に絶対こうやって草ってこれまでやるんですよ。そうだからなんかお友達まで今日ももちゃん何せんじゃない草ももの真似した！大変ありがとうございますお友達までなんかこれこのマーク草映ってんの草草生やさないでもろて。モータはたまにめっちゃ大人に見えるときある。たまに広めるのやめてもろて大草原ね、教室が大草原に、そんなそこまで広がってないけどねね、ですね、草ももちゃん結婚してくださいだって。もう16歳になったら結婚できる年になると思ってたんですけど、あのももの、あの時代、ももが16歳ぐらいの時代になるとなんだか18歳からしか結婚できなくなっちゃったらしいので、あのもう少々お待ちくださいでまだあと3年あるかもしれないねえ、そうそうそう、法律改定、そうそうそう、そうなの、そうなのかって、そうなの、生きてるかなって、生きてて成人も18だよね、そうそうそう、そうなんですよ、12歳から、それは早すぎそれは早くて、くさーん、くさ、知らなかったって、知らなかったの、イノセンス歌えるのが何歳からになるのが問題、それは16歳からでしょイノセンスも別に歌詞が変わらない限りそんな18歳からしか歌えれないことか、そういうことはなくない、多分。でももう唯一モモがちょっとえって思ったのは、多分モモが16歳になる、モモが16歳になるのはあと半年後なんですけど、モモが16歳になる頃には多分声変わってるやっとそのものがその歌えない間に手をつなぎながら公演でもイノセンスをやったし、あの重ねた足跡公演でもイノセンスをやって、歌えない時はイノセンスをやる機会がいっぱいあったの。でもあのももが16歳になるタイミングで、タイミングっていうか16歳になってる時には多分声が変わってます一生歌えない可能性だったはい、レムありがとうございます。っていうのを結構そう半年後見た感じ変わるのかな、もも分かんないめっちゃぼう分かんない、誕生日配信のセンスループユノセンスループはやばい。こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。新公演も楽しみですねね、春ごろなんで、今新公演楽しみですねの前にね、あのまずはね初日メンバーの中にね選ばれるように頑張りまーす頑張るぞ、ね、あ、そう、ドラゴンエッグのその何、エール結構返してます。
そうなんかもうなんかエール返すっていうかなんかそのなんかエール返しがなんかちゃんとそのなんかみんなと何なんかなんか今トーク会がない分なんかそのなんか個人っていうかそのなんかエール返しをすることによってなんていうのなんかなんか一人ずつなんか関われてる感があってなんかすごい好き。そう来た来たありがとう。あ来た、あよかった。そうすごいなんかトーク会とかがない分そのなんかエール返しエール送ってくれるエール返しだけでなんかすごいなんかそのなんかその方と一人一人関われてる感がすごい好き。ももそうもう帰ってきてもう今日もうもも帰ってきたら最初に大富豪のただいまっていうテロップを入れるんですけどもうその前にあのドラゴンエッグ開いちゃったもん。えエール返さなきゃと思ってエール送ったら返してくれるのって。返せる限りはねできるだけ返してます。そうもう常にエール見てるからね。そうもう常にそうさっきもご飯食べられてご飯食べてる間にエール送ってくれたかもと思ってねえドラマやってないってでもねやり方はねちょっと難しいね。でもねギルドバトルとかにはねなるべく参加するようにやってます。ぜひやってみてくださいね。でもねみんなね大富豪とかもね毎日ねやってくれてるからね大富豪もありがとう。それではテロップ出したいと思います。じゃーん。974日ありがとうございます。今日の給食はイワシでした。イワシの梅煮。イワシの梅煮ってなんだなんだって思ってたんですけどなんか美味しかった。そう渋かった。でもなんかイワシを半分にパカーンって割ったら骨が入ってたんですよ。だから一本骨をトゥルトゥルルルルルって抜いてたらそう抜いてそう給食の片付けしてる時にもものお皿に骨があるのを見つけた友達がそうその骨食べれるやつだよみたいな言われてえなんか背骨食べれるらしいよイワシの背骨はって言われた。え食べれるのイワシイワシもうさあんなにさ小さな骨までもさそうだからもう今日給食食べるの遅かったんですけどもうあんなに必死に一本一本骨取ってたのに食べれるよ。え食べれるのってなった。974日ありがとうございます。だいぶ煮込んであるのかな多分。そうめちゃめちゃ必死に骨取ってたんだよもう今日ね、え多分ね煮込んであるからかな。タコさんありがとうございます。ということで本日はえこれなんだろうね番号タッチゲームっていうの。そうほんのね30分だったんですけどそう1時間だからよしゲームしよう。あわそこ考えたゲームですもしかしてこのゲーム面白いって思って考えたゲームです。コココココンマリゲンコのオンコンありがとうございます。じゃーん。昨日と、まあ、背景的には同じかもしれないんですけどいやはい。ということで本日は番号ゲームになっちゃった。番号昨日から貼ったままとかそのまさかです。番号タッチゲーム使い回しってまあそう言われればそうこれは、まあ、番号タッチゲームっていう、まあ、そのままのね通りなんですけどそうまあさすがにはいもう空中受けないんで
さすがに4本は無理なんですけど、いきなり言っても何か分かんないか。例えばあのももが投票で昨日とまあ同じ感じ、投票で何の番号がいいって聞いて、その投票で一番多かった上から3個の、例えば293293っていう番号が一番上からその投票して多かったら293、これをあの左足と両手使ってその番号を3個タッチできるかっていう、そういうゲームです。だから番号タッチゲーム。どう？そう、ツイスターゲームだね。まあそんな感じ、そんな感じ。そうそうそう、まあ2人であればそのツイスターゲームみたいな、そういう感じです。ツイスターゲームの床じゃない壁バージョンみたいな。でーす。よく考えるねー。だってそうピーンって思うかん。なのでやっていきたいと思います。まず投票したいと思います。面白そう、ありがとう。10まであるので、まあどれでもいいですよ。みんながモモにどれだけのレベルを求めてくるか。そう、上ばっかりのだったら足超上に上げなきゃいけないから。ね、そう、これもう適当に投げるんじゃなくて、モモにどの番号をやってほしいかで、ちゃんと。はい、どの組み合わせが面白い対戦なのかってこと。面白い対戦っていうか、まあどれがタッチできるかみたいな。1510 1510。ああでも受けるこない。はい、それでは投票します。9は足で高っか。1919。何みんな意地悪やな、めっちゃ難しいのにしてくるじゃん。191。あれはスパルタすぎて草。それでは行きたいと思います。10 9 1。ちょっと待って、こうだったらいけるくない？でも左足って言っちゃったもんね。もも10 9。意外にいけるやん。1911。いいじゃんいいじゃん、こういう調子でやりたいと思います。それでは次、次は何がいいですか。体買ったって。じゃあウォーミングアップしとくわ。だからみんなその間投票していて。違うの違うの、あのあれだけ異常に硬いの、パカーンのやつはもっといけるの。いきます。1 2 3 1 2 3。ね、あのね、パカーンのやつはいけるんですよ。何のコーナーってね。ほら全然見えてない。ほらパカーンのやつはいけるんだけどね。おーってでしょ、うん、
ごい、ありがとう。で、何番だったっけ映ってへんで、ちゃんとせっかく頑張ったのに、何番だったっけ、結局 1、2、3 1、2、3。え、これはいけるかな。え1、2、3はいけるでしょ。へい、安心してください、できてますよ。ほら見ないで簡単すぎ、余裕だった、簡単すぎ、変な格好カメラ目線へい、あ、普通こうか、これはいける。次、次いきます。番号変えるか、1どこまで映る、映るとこまでちょっと広げてみよう、広げてもらって、あ、違う、広げさせてもらって、これ自分がきつくなるだけかな。じゃあやってみよう、これはさ、ちょっといけるもんね、全然。あ、でも変えない方がいいかな。もうスゴロクの時も調子乗ってスタート戻るとかさ書いちゃってさ、後から苦労するんだよねそれがモーターです。はい、こんな感じ。ハードル上げすぎじゃね、あれあれ広げすぎ。ね、別にさ届くよ、ほら、どういう状況ってねすぐ調子に乗るって、だって別にできちゃったもん、さっきの余裕だから、余裕だから、余裕だから。それではいきまーす、じゃん、19、1。また19、1。ねえ、やっぱ戻していいこれ待って、え、でもワンチャンいける説、あ、右足も使っていい、ちょっと右足使わせて、あ、それだったらいけるか、右足使えばいけます。でも左足だから言ったねって。でもこれを手を押さえといて、もう一回いきます。なんかこれ楽しいんだけどね、どこがいけないか、1、2。あ、こっちのことは気にしないで、どうぞ投票しててください。気になりますどうぞどうぞ、もうつけてるしそれではいきたいと思います。終了、 5、2、9。 じゃあ5、2、1。 5、2、1。難しいとこセーブできたね、これでママやってみせる。だってモーターだから、モーターだから、モーターだから、5、2、1ね。 OK、
5 2できた。え、クマもいけるんじゃない。え、5、2できた。え、できたよ。え、なんかえ悔しい。どう？もうちょっと広げちゃったりして、もうちょっとさ、こっち側にすればさ、もっといけるんじゃない。なんかこんなん全然余裕だよ。ももに、ももにしてはすぐ調子になるから、こう1にしちゃったり、こんなとこ2にしてみちゃったりで、下にあった10をこのとこしてみちゃったり、でここの一番下にしてみちゃったり、うんうんうん、いいじゃんいいじゃん。で6をこうして、で4がなんかここで4を下にしてみちゃったり、で9をもっと上にして、まあこんな感じかな。後悔すると、そう？いけないかも。もうもうもう。これは調子に乗ってますね。待って！できちゃったもん。すぐ調子乗っちゃうからね。それでは、いきまーす。2、5、10。あ。もうこんな身長ないかもしれない。ちょっとみんなそんなにモモに調子乗ってほしくないか。もっとなんかさ9、5、4とかにしてよ。いきます。2 5、2 5、2 5、2、10って言ったっけ。5、2、10ね。まず2個番号があるところから攻めた方がいい、ね、でもさ、もう
ことで。ということで終了します。終了します。ありがとうございました。結果あんまり調子に乗らない方がいいでした。無理です、ごめんなさい。無理でした、ちょっとさすがに。はい、罰ゲーム。罰ゲーム、罰ゲーム。じゃあスクワットと腹筋を2セットやります。さあ、じゃあスクワットと腹筋を何、2セットっておかしいな、2種類やります。まず腹筋から。ちょっと誰か足を押さえとってほしい。いきます。せーの、1、あ、10回ね。1、2、3、4、5、6、足押さえてて。次。え、そう、これ自慢じゃないかもしれないんだけど、自慢子、もう実は学校の体力測定、足が騒がしいなんて、だって誰も抑えてくれないんだもん。結局プップマル。もう実は学校の体力測定の、これ行ったことあるっけ、学校の体力測定の30秒中上体起こし29回できたんだよ。だから1秒に1回ぐらいのペースでできるの。そう、え、クラスで1位だったよ。だからそれは、そう、同じ回数の子がいたけど一番数字上の方でした。多いの、多いよ、だって30秒で29回だよ。でしょ、女子にしてはすごいね。そう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 、男の子はもっとすごい子いた気がするけど。でしょ。それでは次、腹筋いきたいと思います。ズルしてない、いきます。スクワットいきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。シュールー。え、何このシュールな。地味ー、なんか笑えるって。なんか地味だよね。やっぱそう、なんか地味な気がする。まあ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 、と思って以上になります。ありがとうございました。はい、以上で、モグラ叩きちゃうわ。これ縮める、これするとなんかウエスト細くなるみたいな聞いたことある。ここがこうするとウエストが細くなるみたいな。え、何のコーナー。はい、ということで番号タッチゲーム以上になります。ありがとうございました。はい、終了。それでは聞いてください、強がり時計だって。あ、いいよ、強がり時計で。めちゃめちゃ軽い、あたたた折ってたんで。じゃあ強がり時計歌いたいと思います。明日は何のゲームに使い回すかなって番号。番号何にしようね。予想してたよりめっちゃ楽しかったよって、それ褒めてる。予想してたってどういう予想。めっちゃ細かい言葉で突っ込む人、おもろかった、ありがとう。あっという間の少女もお願いします。わかった、じゃあ2個歌うね。強がりとあっという間の少女ね、2曲
張り切ってどうぞ。はい、張り切って歌います。笑えた、くさくさ笑わせてもらって褒めてるでしょ、ありがとう。素直に褒め言葉と取ってください、くさですよね、すいません、すいませんありがとう。ということで、もういつも配信中に言う言葉かもしれないですけど、すいません、エアコン切ってきます配信してるとさ、いつも暑くなっちゃうの。はい毎回熱くなっちゃう。レインボーの星ありがとうございます。それでは行きたいと思います。前髪ちりってきちゃうもんねそう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 、あ、学校はこういう髪型で行ってます。そう、さっき着てた学校これですか、学校はこれです。これに今シュシュなし、シュシュなしのすっぴんだからちょっと違うけど違うけど、あれでは太田作り歴に強い時計って、あ、待って、配信止まったかもしれない、一回ごめん、配信止まった今。でもなんか変なとこしちゃった、ごめん。社会さん、SK ホテルチーム S の15歳の平野オーナーです。来てくれてありがとうございます、ありがとう。それでは行きます。あ、止まってない、止まってない方もいるのかな。でも配信をスタートしますかって今までスタートしてなかった。さ、立ち、あった2曲歌います。それでは聴いてください、平野桃奈で強がり時計。じゃじゃん、こういうタイミングなの、頭上げるとき、はい、はい、はい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 。強がり時計を止めて、どんなに頑張ってみても、溢れてしまうわ涙、ストピストピストピ。強がり時計を止めて、
はい、ということで平野桃奈で強がり時計でした。ありがとうございました。はい、ということで続いてオンプありがとうございます。サイリウムありがとうございます。オンプオンプオンプありがとうございます。ミラーボールありがとうございます。サイリウムありがとうございます。オンプたくさんありがとうございます。なっちゃんありがとうございます。それでは続いていきたいと思います。それでは聞いてください。平野桃奈であっという間の少女。
平野オーナーで、あっという間のチャンスでした。ありがとうございます。アンコールに最後に僕は知っているを歌ってほしいです。だって僕は知ってる、カラオケにないよ。カペロ、こんな楽しい曲だっけ。 The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. やっぱこれ壊れた。エコ聞かなくなったんだけど。てて僕は知っているよ、君のその頑張りも乗り越えた困難も、だけどまだまだ続く坂道、根を上げる君をここから見守ってる。マイクいらんやん。やっぱアカペラ苦手。初見さん、はい。My name is Mona Hirano. I'm fine, thank you. I'm fine. Oh, hello. Oh, hello. Everyday showroom watch. あ、ショールームを見てね、見てねが先だから、watch.ウォッチショールームエブリデイ。どうだ。どうだ。サリウムありがとうございます。音符ありがとうございます。ミラーボールありがとうございます。ミラーボールありがとうございます。レイモンの字ありがとうございます。音符ありがとうございます。英語苦手なの。フロムインドネシア、はい、いい、はい、はい、お、はい。I'm from インドネシア、お、I'm from Japanese、違う、I'm from Japan。Please がないか、あ、Please がないというかなんか、Please、待って。Hello, my name is Mona Hirano. Please watch showroom every day. I'm from Japan. Oh, I am in. じゃ、B 同士2つあったおかしい。I in SK48. Oh, Team Ace. Thank you.さて、これはどう聞こえてるのでしょうか。あ、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 なんかいっぱい来た。あ、メンバーオブ、あ、もうわかんない。とりあえずそんな感じです。モーは日本に住んでいる SKE です。よろしくお願いします。はい、日本から来ました。フロムジャパンは英語に外国にいるときに使うんで、まあまあまあ通じてればなんとか。結局日本語。いいの通じてる、大丈夫、ありがとう。気持ちは通じてるはず、ありがとう。可愛いって、あ、プリティー、お、プリティー、プリティー、ハッピー、あ、センキュー。サイルームありがとうございます。音符ありがとうございます。というような感じですね。努力は買う、ありがとう。ありがとう。You are so? You are so. Thank you. タイ、ありがとうございます。はい、面談室にももちゃん用の英語の自己紹介を送りますね。よかった、待ってる。You
You know? 一生懸命なのが好感。あ、よかったそれではランキングを読んでいきたいと思います。 JKT は知ってますか？だって。お、oh, Yes Yes You know Yes You know Yes じゃないな。 I am Yes Yes I doもうちょっとこの辺でやめとこうと13位の魔法のステッキに乗ってぴょんちゃんのおばとの方、ありがとうございます。いやもう、イエスおかしいね私はそうです。12位のののがくさんのおばとの方、ありがとうございます。 Yes I do。 あ、なんかいっぱい来ちゃった。もうだピンチ11位、てんてんのひちゃんの音の方、ありがとうございます。すでにボロ出てますよ。はにゃ10位のうわれたの音の方、ありがとうございます。桃なりに知ってる単語並べたんだけど9位のメロン相談の中に白コアちゃんが入っちゃった音の方、ありがとうございます。8位てんてんのこういうアバターの方みたいな、ありがとうございます。ラッキーセブン、ハムスターだね、ありがとうございます。ラッキーセブンの生まれたの元の方、ありがとうございます。6位のペンギンさんが飛んでる元の方、ありがとうございます。似てる、ありがとうあら、似てる、ありがとう、嬉しい。こいのデカちゃんのおばたの方、ありがとうございます。4位の男の子のおばたの方、ありがとうございます。3位の平野もなちゃんのおばたの方、ありがとうございます。の生まれたのアバターの方、ありがとうございます。親バターでない方がいいよ。だって国によって相手を侮辱、侮辱って何、なんかダメだった、ごめん。親バターでない方がいい、イエイ全指にしとくからごめんね、イエイ、ごめんね、これから気をつけます。美味しいの時も美味しいにするね。これから勉強になりました、ありがとう教えてくれて。それでは行きたいと思います。ありがとうね。あ、いいのでかちゃんのボタンの方、ありがとうございます。それでは行きます。ピンポンパンポーン、ジャガ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 ジャン、カン、ありがとうございます。今日のうちはの平野オーナちゃんのおばたの方、ありがとうございます。手のひらを見せるのもいい、いい意味じゃない国もありがとうございます。1位の平野オーナちゃんのおばたの方、ありがとう。それではいきたいと思います。いきまーす、せーの、 L オン、平野モナちゃんのおばたの歌、ありがとうございます。手の甲、それは手の甲や、手の甲って注射されたら一番痛いとこだ。それではいきます。これから気をつけるね、教えてくれてありがとう。それではいきます。ゆっくりめでしとこう。ありがとうございます。
雪降ってきた？え、嘘。見えなくなる、暗くて見えてないだけかな素早い動き降ってなかった、逃げてたからなんですかな。まあでもね、降って困る方もいるから、ね、降ってなかった。小学生の反応、笑ったって笑うな笑うなということで、星間ギフトもありがとうございます。7521人の方、たくさんの方見てくれてありがとうございます。宣伝入ります。29枚目 SK48 29枚目のシングル、オンラインサイン会手形会が2月、あの明日は明日の23時59分までで終了です。だからもう本当にもうあと、もうちょっと待っておいて、もう後でモーターの申し込もうとか、もう間に合わないよ。今日じゃないんですけど今日じゃないんですけど、明日の23時59分まで、1月18日の23時59分までです。ももは2月10日の木曜日、サイン会が16時から18時、手形会が19時から21時です。ぜひお申し込みました。しまった、今日申し込むよって、急げありがとうございます。そしてね、あの今回はね、もうねサインを、今まで使ってたサインをね新しく変えるので、ぜひ新しいサイン欲しいなって方はぜひ申し込んでくれると嬉しいですねえ、ぜひよろしくお願いします。ということで、それでは今日の大富豪は、あ、時間はいつも通り21時5分から、いや25分関係ないか、21時から21時半までやりたいと思います。もも大富豪です。ぜひよろしくお願いします。7643人の方、6時からだからね、あのお仕事中の方とかいるかなと思ったんですけど、たくさんの方見てくれてありがとうございます。モータン嬉しい明日のね配信もぜひ見てください。いた見てください。はい、よろしくお願いします。ということで、入院したいと、途中から見れてありがとうって、こちらこそありがとう、ご飯後にしてみてよかったって、ありがとう、嬉しいということで、よろしくお願いします。それでは移民したいと思います。左手出して、右手出して、せーの、二輪。あー、人数が増えた。7749人の方、ありがとうございました。せーの、二輪、ありがとうございました。バイバーイ。明日の配信は配信予約とメールでお知らせします。バイバーイ、ありがとうございました。バイバーイ。